毎日モーツァルトは2006年に NHKBS で放送された音楽番組である。2006年35年という短い生涯の間に700曲を超える作品を残した作曲家、ボォルフガング・アマデウス・モーツァルトの生誕250年を記念して NHK が企画し1月30日から衛星第2と BS 杯で放送開始1年間にわたって タイトル通り月曜日から金曜日の毎日、モーツァルトの魅力と曲の数々を紹介した。番組のコンセプトは、モーツァルトの曲を1日1曲、彼の人生の奇跡と共に紹介するというもの。俳優の山本孝二を案内人に、モーツァルトファンの著名人が、モーツァルトの魅力を語る、アイラブモーツァルトのコーナーのほか、山本によるモーツァルトの手紙の朗読もあった。 2006年12月29日まで、全205回にわたって放送された。また、最終回翌日の12月30日には、ありがとうアマデウスこれからも、モーツァルトと題した特別番組が、BS ハ囲イで放送された。年明けの2007年1月8日からは、と、番組として、宮崎葵が、案内人を務める、ピアノピアを放送している。なお、 2006年11月より CS 放送なら TV で再放送している。ありがとうございます。